地図帳、地図帳とは、多くの地図を集め、一巻あるいは何巻かまとまった、形で製本されたものを言う。地図集、アトラス、アトラスなどとも言われる。アトラスの名は、ギリシア神話に登場する、ティタン神族、アトラスあるいは、マウレタニア王に由来する。大航海時代のヨーロッパにおいて爆発的に地理の知識が拡大したのに伴い、 地図の発達と共に普及していったものである。現代でも世界中で出版されており、主題別、地域別などに細分化されたものも多く見られる。また、分量も詳細に描かれ何巻ものシリーズになっている。大型のものや、学校教育での教材として使われることなどを想定した中型のもの、利用者の使いやすさ重視して、都市中心部などの特定の地域のみを描いた小型の 物など様々なものが登場している。最古の地図帳は、2世紀の古代ローマの地理学者、プトレマイオスの地理学に収められている27世からなる地図集と言われている。ただし、この地図がプトレマイオス本人によるものかどうかは分かっていない。これは、長い間表舞台から遠のいていたがルネサンスにより、再び注目され、プトレマイオス世界図として、 1477年にイタリアで出版された。これは反響及び大航海時代の到来に大きな役割を果たした。地図帳作りが盛んになってきたのは16世紀になってからでイタリアのローマやベネツヤアなどで作られた。中でも1575年頃に出された地図帳にはイタリアの同伴絵師アントニオラファリによる ギリシア神話に登場するアトラス紙が表紙に飾られており、これはラファエリアトラスと呼ばれている。また、同時代の地図帳にも同様なアトラスの絵を施したものが複数現れ、後の地図学者メルカトルによって、このアトラスという単語は地図帳を意味する名詞にまでなった。ただし、メルカトルの命名については、ギリシア神話に登場するマウレタニア王で世界でに地球儀や 天球儀を作ったとされるアトラス王に由来するという説もあり、実際に1595年版のアトラスの表紙に描かれているのはそちらである。メルカトルのアトラスの表紙がアトラス神に変わるのは1636年版からであるという。1570年にはオランダの地図学者アブラハム・オルテリウスによって初めて世界全体が描かれた地図帳。 世界の舞台が出版され、たちまち、ヨーロッパ中で大きな反響を呼び、番を重ね、地図帳発展の礎を築いた。またこの地図帳は、体系的で、記号を統一的に表現した点でも、画期的だった。また地図同影法の一つ、メルカトル図法で有名なオランダの地図学者、ゲラルドス・メルカトルも地図帳を出版する。しかし、未完のままになっており、 完成した赤には、自分の地図帳には、アトラスと名付けるようにと息子に遺言を残した。メルカトルの死の翌年の1595年、遺言通り、アトラスと名付けられた全107の図用からなるメルカトの地図帳が完成した。地図も反響を呼んだが、このメルカトルによって名付けられたアトラスが各国に輸出され、やがて地図帳を表す名詞になった。 その後も17世紀にかけて地図帳はヨーロッパ各国で出版され、やがてヨーロッパ人の地理的知識の拡大とともに精度も増していった。ここまで時代の地図帳は大型で豪華な想定であったが、18世紀にはやがて実用的な小型のものも現れるようになり、さらには世界全体ではなく特定の地域を描いた地域地図帳、特定の主題を描いた。 河川や山など主大地図帳なども見られるようになった。19世紀には、さらに多様化し、資料データに基づき特定の国の経済、自然、文化、行政などを描いた包括的な国政地帳、ナショナルアトラスも出るようになった。大型の地図帳にも詳細な地名表記や端末に、作品を伴うものも見られるなど、精度の高いものが見られるようになっていった。また19世紀には、 近代教育の発達に伴い、学校教育で使われることを想定した学校地図帳も現れるようになった。20世紀には種類や内容がさらに豊富になり、多くの図用と膨大な地名表記を収録した大型地図帳。主題図や統計データも掲載し、包括的に表現され、学校教育での活用も想定した中型地図帳。 利便性を重視したハンディな小型な地図帳と役割とニーズによって細分化された。1950年代以降は地図の印刷技術が向上し、多色印刷や写真製版など地図表現も多様にできるようになった。また、戦後の日本は次第に車社会になり、車を利用する人たちが増え道路地図に対する需要が急激に増し、 地図帳の新たな一面が開かれたのをはじめ、個別の住宅まで表現された住宅地図や観光情報を盛り込んだ地図帳などニーズが多様になるにつれ、実用的な側面の強い様々な種類の地図帳も出されるようになったのも20世紀の特徴と言える。また20世紀後半には CD や DVD に収録されたデジタル化された電子地図帳も現れた。これも 現代社会における地図帳の一分野として認知されているものと言える。一方で、従来のスタイルの地図帳へのニーズも高く、大型の地図帳で現在でも番を重ねて発刊されているものも多い。また、地図帳は、現代の学校教育の現場での活用も多く、初等教育や中等教育といった段階に応じて地図帳が用意されており、社会科教育、 特に地理教育において不可欠な資料となっている。なお、この教材としての地図上は検定教科書である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。